歴史街道。先人が残した歴史の記憶、土地を開き開拓し、子を育て、いつしか家族も増え、隣近所と支え合い、上を見てもキリがなく、住めば都と割り切ってきた。しかし時代の変革は容赦なく降りかかってきた。生まれた土地を捨てるに至った彼らの決断は何だったのか。ディスカバリージャパン。まだ見ぬ新しい世界へようこそ。今回のテーマはシリーズ、かつて栄えた村は今。今回は和歌山県田辺市の旧龍神村大熊集落を歩きます。集落は奈良県と境を接する秘境で、実に 95% 以上が山林で覆われています。かつて栄えた村があった。町から人々は去り、家だけがポツンと残され、帰るあてのない家族をひたすら町は見ている。ここで一緒に暮らしたあの人たちがいつ帰ってきてもいいように耐える姿がけなげだ。いずれは朽ち果て、草木に飲み込まれていく運命か。まさかこんな日がやってくるとは誰も想像だにできなかった。不自由な生活の中で、それでも懸命に生きていく。かつてはにぎやかだったあの頃を覚えている人も、いずれは誰もいなくなるのだろう。この村で過ごしたかけがえのない日々、友情や絆、思い出など、それらも伝えられることもなく消えていく。すべてが懐かしい思い出だが、人が消えればそうした記憶もかすれていくのは仕方のないことか。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。